皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。今回の特集はふれあい救急フェスタについてお送りします。消防本部にやってきました。それではふれあい救急フェスタについて消防署の小谷さんにお話を伺います。小谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田さん、9月は救急の日があるんですが、何日か分かりますか？9月9日ですよね。その通りです。毎年9月9日を救急の日と定め、令和6年度は救急の日を含む9月8日日曜日から9月14日土曜日までの1週間を救急医療週間として啓発活動をしています。ふれあい救急フェスタは救急医療週間の最終日、9月14日の土曜日に開催するイベントです。会場は城山公園長井警視も駐車場で、時間は午前9時から11時までです。救急業務を身近に感じてもらえるような催しを用意していますよ。詳しく教えてください。現場で活躍している救急車と記念撮影ができるブースを設置します。救急隊が使用している感染防止服を着て撮影ができます。本格的ですね。この感染防止服を着たり救急車をこう間近で見るってこと、なかなか経験できないですよね。そうですね。体験を通して救急業務のことを知っていただけたら嬉しいです。また記念撮影の他にも救急車の適正利用に関する広報活動を行います。武田さん、尾張旭市内で昨年中に救急車が出動した件数をご存知ですか？1000件ぐらいですかね。実は初めて4000件を超えました。過去最大の出動件数でしたが、そのうち入院を必要としない軽症の方がおよそ半数を占めています。そんなに多いんですか？ということはですよ、この軽症者のところに救急車が出動していることによって、緊急に搬送が必要な方のところに救急車が出動できないってこともあるんですかね？そうなんです。救急車は事故による大怪我の方や心筋梗塞などで緊急に病院に行く必要がある人を搬送するものです。救急車の台数は限られているので、今一度119番通報する前に救急車は本当に必要か、自家用車などを利用し医療機関の受診ができないか考えていただけると嬉しいです。適正に利用していきたいですね。ただ症状によっては緊急性があるのかどうか自分では判断が難しい時もありますよね。そういった場合はどうすればいいですか？はい、そんな時は総務省消防庁が作成した緊急度の判断を支援する全国版救急受診ガイド QSKE をご活用ください。アプリ版とウェブ版があります。緊急性が確認できるのはいいですね。詳しく教えてください。はい、 QSKE では該当する症状などを画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。こんな風に表示されるんですね。また医療機関の検索やタクシーなどの移動手段の検索を行うこともできます。とっても便利ですね。はい、ぜひご活用ください。また救急車を呼ばなくてはならないような病気や怪我を未然に防ぐために、意識して行動する予防救急も大切です。ふれあい救急フェスタでは子どもで多く発生する転倒、転落、誤飲、窒息について日頃から気をつけるポイントなどの紹介や質問にもお答えしますので、ぜひお越しください。わかりました。ぜひこの機会に救急について正しく知って理解していただきたいですね。それでは小谷さん、問い合わせ先を教えてください。問い合わせは消防署電話番号 510-8885 へお願いします。わかりました。皆さん、ぜひふれあい救急フェスタにお越しくださいね。皆さん、8月15日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはこちらの時間帯で放送しています。お好きな時間帯にご覧ください。次回9月1日号はご覧の通りです。どうぞお楽しみに。それではさようなら。